皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。鬼滅の刃という漫画が大ヒットしておりまして、私も23巻全部読みましたけれども、鬼滅の刃がヒットしている理由、そしてこの鬼滅の刃とは、その最終巻まで読んでいて何だったのかっていうことなんですけれども、若干ネタバレを含むので、ちょっとネタバレ嫌な方は見ないでいただきたい。ネタバレ、大丈夫な方はぜひ見ていただきたいんですけれども、要はですね、この鬼を退治する、漫画なわけですよね。で、すごい、一番すごいラスボスみたいな鬼がいて、そいつを倒して終わりっていうことになるんですけれども、結局この鬼とは何だったのかというと、人間の心の醜さみたいなのが鬼、もしくは自分の心の弱さが鬼なんじゃないかなと思っていて、だからその鬼というのは人間の心、自分の心なんですよね。で、人には、そのいい心もあれば悪い心もあるっていうのがあって、それがこうどっちかに作用してしまうと、例えば犯罪を犯してしまったり、逆にいいことをしたりっていうのがあって、誰しもが、その弱い心とかね、その、やってはならないことをやってしまうことに駆られてしまうこととかってあると思うんですけど、だ結局その、この鬼滅の刃、が言いたかったことというか、この鬼退治っていうのは自分の弱い心を退治するっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。何か、誰かが分析してたのを見たんですけど、なんか鬼をなんかある種のなんか違うなんか現代のなんか悪者みたいに例えてる分析とかもあったんですけど、多分そういうことではないんじゃないかなと。何か外にある悪があって正義があるということじゃなくて、正義も悪も結局は紙一重なところがあって、しかも同じ人間同士がやっていることであって、異生物ではないわけですよ。人間なんですよね。元は人間で、その欲望なり、コンプレックスなり、嫉妬なり、その醜い心で負けてしまった人が鬼になってしまって、その負けてしまった醜い心を強い心で対峙するという、そういう物語なんじゃないかなと。そういう意味では非常に奥深いテーマでして、単にね、こう、地球を征服する悪い奴らがいて、それを守る地球人がいてみたいなことではないわけですよ。同じ人間同士で、紙一重、弱い心を持っている人もいれば、ね、その強い心を持っている人もいて、別に強い心を持っている人がいいっていうことではないんでしょうけど、その弱い方に持ってかれちゃうと鬼になっちゃうから、やっぱそのね、だから鬼とね、その鬼、敵と味方とっていう感じに真っ二つに分かれてますけれども、実はそうじゃなくて、だから本当はもっとシンクロさせてもよかったのかなとかね、その完全になんか敵と味方みたいになっちゃうと、敵は全部悪くて味方が全部いいみたいな話ですけど、そうじゃなくて本当になんていうか、味方の心の分身みたいな人が鬼なんじゃないかな。そういう捉え方をすると、その自分の弱い心に負けるなとか、自分の人間の醜さに負けるなとか、その鬼というのは全て人の心なんだっていうところだと、非常にね、面白い奥深いテーマになるんじゃないかな。その辺が、この鬼滅の刃の奥深いところ、面白いところなのかなというふうに思います。